カメラで撮影するときに 4K だったりフル HD だったりと、まあ、解像度を選んだりフレームレートを決めたりしますよね。それ以外にもソニーカメラの場合 XVAC というよくわからないものを選択しないといけないんですよね。例えば僕が持ってる FX30 で言うと XAVC-S だったり HS だったり SI、 最近バージョンアップで追加された DCI がそれに当たるんですけど、今回僕なりに調べてみたんでそれを解説します。正直どの形式で撮影したらいいのかわからないって人はぜひ最後まで見ていってくださいね。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。まず記録方式っていうのがメニューのどこにあるのかですけど、ソニーの最近のカメラだとメニューから、撮影それから画質記録で、記録方式の順番で選択すると出てきます。記録方式を見てみると上から XAVC の HS4K、 それから、XAVC-S の 4K、 そして HD で、SI の 4K と HD で、最後に新しく追加された DCI 4K と、まあ、全部で6個の記録方式があります。もうね、初めて見た時はそっとこう画面を閉じたくなるような横文字ばかりなんですけど、まあ、結局ね、この記録方式っていうのは撮影の時も編集の時も結構ね重要になってくるんで、まあ、撮影をするならしっかり覚えておいた方がいいかなと思います。まず 4K と HD の違いっていうのはわかると思います。まずここで言う HD はいわゆる 1080p のことで、1920×1080 ピクセルの解像度ですね。で、4K はその4倍の解像度になります。もちろん 4K の方が高画質になるけど、その分データ量は大きくなりますね。で、今回 4K で撮影した場合のそれぞれの記録方式の特徴、それからどんな時のどんな記録方式、どんな時にどんな記録方式を使ったのがいいのか、使った方がいいのか、おすすめの方法をシェアしていきます。まず、その XAVC という頭に全部ついているのを取っ払って分かりやすくすると、FX30 には HS と S と SI、それから SI、DCI というね、4種類があります。ちなみに最後の DCI は FX30 の場合バージョン 2.0 でアップデートすれば搭載される記録方式ですね。で、 SIDCI は 4096×2160 の解像度でちょっとだけこう横に引き伸ばしたような感じで記録できるプロ向けのちょっと特殊な記録方式なんで、今回はその動画逆にね、分かりにくくなるんで、あの情報量がね多くなっちゃうんで、それはちょっと除外しますね。で、動画っていうのは以前フレームレートの解説の時にも話したんだけど、写真をねこう1秒間に何十枚もこう撮影して、それをこうパラパラ漫画みたいにして、まあ、動いてるように見えるっていうのが動画の正体で、まあ、例えばそれが1秒間に24枚こうパラパラさせるのか、まあ、30枚なのか60枚なのかによってこう滑らかに見えたりもします。で、多くのこう写真のこう集合体と考えると、その写真より動画の方がデータ容量が多いっていうのは、まあ、単純には分かりますよね。動画も写真もその SD カードに保存するんで、なるべくこうストレージの保存するデータ容量は少なくしたい、まあ、そのために各記録方式で、まあ、いろんなメディアで再生しやすいようにしてたり、あとは記録するデータ量が少なかったり、編集時の PC への負担が少なかったりと、まあ、いろいろ特徴があるんですよね。じゃあそれぞれの方式の特徴をもうちょっとだけ深掘りしていきます。ついてこれてますか？で、難しい話になってくるんで、まあ、僕なりに噛み砕いて分かりやすく解説しますね。S と HS と SI、 3つの特徴を、まあ、ファイルサイズ、画質、編集の負荷、この3つの面で比較します。まずファイルサイズから。なるべくこのファイルサイズっていうのは抑えたいところですよね。 SD カードを、まあ、膨大にデータが記憶できるわけではないので、一番ファイルサイズが抑えられるのが HS
で、次に S、最後に SI といった順番になってます。まあ、なんでこういう順番になるかっていうと、まあ、これはコーデックと映像圧縮方式っていうのが関係してます。まずコーデックっていうのは、まあ、ざっくり言うと、データをこう圧縮したり復元したりっていうものですね。ざっくり言うとですね。で、コーデックっていうのは、まあ、いろんな種類があるんですけど、ソニーのカメラに採用されているのは、H264 と H265 っていうコーデックですね。で、H264 っていうのは以前から広くこう普及しているコーデックなんで、まあ、いろんなソフトで再生できるんで、まあ、汎用性は高いです。一方、まあ、H265 は、高品質で高圧縮を実現した、まあ、次世代の動画圧縮方式なんですけど、再生できないソフトとか、あとデバイス、Android で再生できないとか、のもまだまだ存在している方式なので、注意が必要なんですけど、圧縮率が高い分、その H264 と比べて、同じデータ容量だと、H265 の方が高画質になるんですね。ちなみに H264 を採用しているのが、S と SI。そして H265 を採用しているのが HS という感じです。さらに、そのもう一つのね、映像圧縮方式っていうものがあって、これには、ロングゴップ圧縮とイントラ圧縮っていうのがあります。オールイントラとか言ったりしますね。この二つの違いなんですけど、まあ、さっき、動画は写真がこう何十枚も重なって、それがパラパラ漫画のように連続したものですよって言ったんだけど、そのままこう全部、一枚一枚ね、記録してしまうと、サイズがね、とんでもないことになってしまうんですよね。そこで、ロングゴップ圧縮の場合は、ある程度、その写真の部分部分を間引いて保存してます。どういうことか、ざっくり説明すると、例えば、スタティックで、その三脚にね、カメラを置いて、撮影してるこんなシーンの場合、背景は動いてないけど、被写体は動いてますよね。この背景はほとんど変化がないので、この部分のデータを間引いて、動いている被写体のデータを主に記録していくっていう、まあ、なんとなくそういうイメージで、動いてない背景の記録をなるべく少なくすることで、ファイルサイズをね、ちっちゃくできるっていうわけですね。それとは逆に、イントラ圧縮、オールイントラっていうのは、まあ、同じシーンの場合でも、すべて動いてないところもすべてね、情報を書き込むために、まあ、必然的にファイルサイズっていうのが大きくなるんですよ。で、S と HS については、ロングゴップ圧縮を使ってます。で、SI がイントラ圧縮を使ってるので、ファイルサイズの大きさ的にはこんな感じになるっていうわけですね。実際に同じ秒数を撮影した動画ファイル、動画の、ファイルサイズを見てもこの順番になってると思います。次に画質の面ですね。一般的に考えると、このイントラ圧縮をされた SI が一番画質が良くて、で、次にH265 っていうね、コーデックを使った HS。で、最後に H264 でロングゴップ圧縮を使った S っていう順番になると思うんだけど、その比較をね、ちゃんとしてみるために、いろんなシチュエーションで撮影してみました。一応試しに、さっき言ったプロ向けの記録方式の SIDCI かな、もお見せしますね。さあ、いかがでしょうか？それぞれ違い分かりました？正直ね、見てるこういったね、ディスプレイとか、環境とか、まあ、スマホのちっちゃい画面とか、まあ、そういうものによってもかなりね、見え方は違うと思うんだけど、なんかこう、びっくりするほど大きな違いっていうのはなかったかなって思います。僕はね、どうでした？最後に、編集の負荷についてなんですが、まあ、これはね、編集の時にその負荷がパソコン、PC にどれだけかかるかっていうことです。この中で一番編集に向いていないというか、まあ、
編集が重いのが H265 を採用した HS になります。これはなんでかっていうと H265 っていうコーデックが高画質高圧縮でギュッとこうファイルサイズはちっちゃいんだけど動画を編集するときにはねこの圧縮されたファイルを元に戻すっていう作業がね必要になるんです。まあ自動では行われるんですけどこの作業が結構マシンパワーを食うんですね。で一番編集が重くなるのがまあそれで言うと HS っていうことになります。で次に S と ASI っていうのは同じコーデック H264 を使ってるんですけど SI はさっきも言った通りイントラ圧縮を使っててファイルサイズもビットレートもね大きくはなるんですけど画像1枚1枚を全部記録しててあまり圧縮してないんですよね。圧縮してない分ファイルサイズがその分大きいっていうことです。でまた圧縮されてないんでさっき言った編集の時にこう圧縮されたものを元に戻す工程がこのロングゴップ圧縮より少ないイントラの方がね少ないので編集が軽いっていうことになります。なので編集のしやすさで言うとこんな感じになりますね。イントラの方が編集が軽くなるっていう感じです。じゃあこの S、HS、SI ってどんな時に使えばいいのかってとこなんですけど、まあ、僕の場合はね通常 HS を、普段は使ってます。まあ、確かに編集は若干重かったり汎用性が広くないっていう部分はあるんですけど僕が使ってるこの M1 MacBook Pro で編集する際にそこまでね編集の時にカクカクになってもう何もできないっていうことでもないんですよね。それから編集に使ってる Adobe Premiere Pro がこの H265 の表示に対応してるのでより高画質でファイルサイズをこう圧迫しない HS を僕は選んでます。で、S の場合、ファイルサイズが少し大きくなるし、SI の場合はさらにファイルサイズがこうボンって大きくなるんで、まあ、やっぱり僕は HS かなっていうふうには思います。まあ、このあたりは、その自分の編集環境とか、HS がいいって言って HS を使ったけど、なんか意外に動かなくて重かったとかね、そういうのをいろいろちょっと試してみてください。さあ、いかがだったでしょうか。動画の記録方式ってね結構ね難しいんですけど僕も結構さっき勉強したんですけど知っておくことでいざという時に、まあ、どんな方式を使ったらいいのかっていうのが分かるんで僕は今回改めてこう学んでみてよかったなって思います。まだ学ぶことたくさんあるんですけどこんな感じでちょっと学んでいきたいなと思ってます。このチャンネルでは普段ねガジェットとかクラウドファンディングで取り上げられている面白いアイテムをレビューしてますけども、まあ、今回のように撮影とか編集のチュートリアルなんかも作ってます。もしねまだチャンネル登録してなかったって人はぜひチャンネル登録とベルボタン高評価を押してくれると嬉しいです。それじゃあまた次の動画で。